し、どうもタクタクです、今回は記憶少女の続編、記憶少女2、会えなくてを実況プレイしていきます。まあ前回の、まあ、続きにはなっているのかなってないのか分かりませんが、プレイしていきます。じゃあこれ全くの初見なんで、続きから、あれゲームクリア、あ、これはあの前回の続きのやつをファイルを入れるとこう表記されるんですけど、このままプレイができません。なので初めから、あなたの名前を入力してください。前回あんま関係なかったですね。今日は楽しかったね。おお、カゴメ。ちゃんと一緒だったからすごく楽しかったよ。もう、ちゃんたら、私照れちゃうよ。あははは。ちゃん、私そろそろ晩ご飯の時間だからお家に帰るね。うん、また明日ね。明日も絶対一緒に遊ぼうね。いいおっさんがなんか子供のセリフを言うとちょっと恥ずかしいですね。私の名前は糸葉、中学2年生の14歳。私は東京に住んでいるんだけど、今日から夏の終わりまで田舎のおばあちゃんの家で暮らすんだ。実はお母さんがお産でしばらく入院しないといけなくなっちゃったの。だからしばらくこっちでお世話になるんだ。田舎なんて初めてだから大丈夫かなと私はウキウキしながら移動中の車の中で思っていた。あの時のことを忘れて。おばあちゃん、何？糸葉ちゃんよく来たね。疲れたじゃろうに、はよ家の中に入んなせ。うん。お、動物はいっぱいいる。おお、びっくりした。泣くんかい。早く帰ろう。メニューは開けないな。お茶っ葉が置いてあります。ゆたちゃんの寝る部屋は上の階にあるからね。物置みたいになっているけど我慢してね。あと本棚は必ず見るんだよ。セーブができるってことかな。お、本棚にゲーム説明という本が並べられています。読みますか。はい。ゲーム説明。このゲームはアクションホラーアドベンチャーです。すごいな、物語の中でもこれを言うのもすごい。もういいや。なので少し怖いゲームです。謎解きも大人向けに設定されています。はい。このゲームには少々危険な演出が含まれています。特にフラッシュを頻繁に卓演出で体に害をなす可能性があります。通称ポリゴンショック。あれだ、ポケモンのね、ポリゴンショックだね。違ったっけ。十分ご注意してプレイしてください。以上のことを兼ねてこのゲームは15歳以上対象としています。15歳未満の方は本当にプレイをする際にご注意ください。もし体調が悪くなった場合はすぐにゲームを中断してください。動画などにアップする場合は必ず以上のことを表記してください。私は一切の責任を負うことはできません。すべて自己責任でよろしくお願いします。東取る。うん、全部同じか。ああ、見ちゃった。ダンボールの中には古い出汁が入っています。袋の中にたくさんの古着が入っています。セーブはどうするの。前回見た方はわかるかもしれないですけど、あの時はカエルの置物がセーブポイントでした。この後どうすればいいんだ。
うん、もうすでに分からんぞ。留守の色、お、ちょっとセーブはメニュー開かねえし、お墓がいます。じゃあ苔で汚れていてよく見えません。全部一緒かな。なんかまだちょっとほのぼのした感じで、何も始まってないって感じがしますけど、どんな展開になってくるの。無駄だね。大きな家。お、これはまさか前回の家じゃね。いいな、こんな大きな家。おお、キャー、前回の子やん。助けて。今のは一体ちょっと行ってみよう。あ、早いの。本当に今のは一体だよ。あ、あっち行けご飯できているよ。うん、わかった。どうだい、おいしいかい。うん、おいしいよ。そうかいそうかい、それはよかった。ねえねえおばあちゃん。うん、なんだい。さっきお墓道、うん、お墓道を登った先の大きな家の前に入っていったんだけど。そうかい、行ってきたのかい。見るからに人が住んでなさそうな家だったんだけど、あそこで人は住んでるの。住んでいたが正しいかな。え、あの家には昔4人の家族が住んでいた。奥さんの彩子さんと旦那さんの、シンジさんかな、さんと娘さんが2人でね。本当に仲のいい家族だった。私もこの村の人もあの家族の泣いている顔なんか見たことなかったよ。子供たちなんかいつも笑顔でよく畑仕事を手伝ってくれたもんさ。本当にいい家族だった。でもみんな死んじまった。奥さんも旦那さんも子供たちもみんなみんな。そうだったんだ。でもどうしてその家族はみんな死んじゃったの。誰かに殺されたんだよ。家族みんながね、みんなね。あれはひどい事件だった。3人は死体の脳がくり抜かれていて、とても人がやったようには思えなかった。そんな、まあもう10年も前の話だよ。あの家はその家族のことを忘れないようにということで、私たち村人に残しているんだよ。ふーん、そうなんだ。ご飯美味しかったよ。ごちそうさま。はいよ。気になるな、さっきの女の子は一体。考えても仕方ないか。今日はもう寝よう。助けて。夢？今の声ってさっきの。ダメだ、眠れない。少し外に出ようかな。動かせる。ということで、第1回はここで終了。次回は外に出てみようと思います。では。